DNA 系、トイレ行ったら点入ってた。6回無失点の DNA 系、ヒーローインタビューへ。系、僅差の試合になることは分かっていた。佐野選手がホームランを打ってくれて、勢いがついた。いい投球ができた。佐野さんがホームランを打った時はトイレで用を足していたが点を取っていただいてよかった。くっ。系、しっこしてたら点入ってたわ。見てないのかよ。どういうコメントだよ。トイレタイム。系優もあるな。うんこ中にホームランはくさ。冷静な系強い。トイレの神様いるやん。系トイレ中に佐野のホームランってくさ。攻撃中ずっとトイレ行け。第6戦があればまた高騰しそう。やはりメジャーでやってた人はプレイオフだと気合入るんだろうな。戸柱がよく系の気持ちを制御してくれたわ。勝てると予想してたやつほとんどいないだろ。やっぱ巨人は試合なかったブランクかね。吉川いないのが割とガチで大きいな。2番アンハイとオコエ3番ならなんかそんなに怖くなかった。CS 入ってからは三浦ズバズバ投手変えてくな。シーズン中は変えたいのを必死に我慢してたんかな。番長神采配すぎ。歴代 DNA で群を抜いて有能な監督。短期決戦に弱い三浦と派なんだったのか。